ノクさん、確定申告終わりましたか？なんかね、正月が明けて年が改まると一番最初に現れる壁がこの確定申告ですよね。私の場合は会社の決算も何社かやってるんで、その上でね、個人の確定申告があるともうね、めんどくさいなというその一言しか頭に浮かばないんですけども、まあでもめんどくさいなりに毎年やってるとまあ慣れていく部分があってね、まあでもね、お小遣い帳をつけるような感覚でポンポンポンとできればいいかなと思いますけども、私がいつも思うのは、まあ、日本全国多くの方がこの確定申告ってやつをやってるんだなと思ったら、こんなんね、もう自動化してくんないかなと思うわけですよね。だって入金もログが残るわけですし、相当複雑な決済をしていなければ入出金の記録なんてのは全ての銀行口座を通じてね、金融庁管轄の中でやってるわけですよ。そうなってくると、もう個人個人自動的に確定申告までやってくれる仕組みがあって、自動的にね、引き落としてくれれば一番いいんですけどね。で、結局まあ税金の税務調査ってやつがね、入るにしても、あのチェックする人がいて、あれこれちょっと変じゃないかなっていうふうに思うから来ると思うんですよ。だったら自動的にやってくれればね、本当にね、こちらとしても楽だし間違いはないしと思うんですけども、これわざわざ間違いそうな手順を年に1回やらせることによって、間違いを誘発しないまでも納税したつでね、本当に大丈夫かなって数年間はなんか怯えなくちゃいけないわけですからね。所得の低い位置はそうでもなかったんですけども、やっぱだんだん上がってくると大丈夫だったかなって気持ちになったり、やっぱね、あれですよね、いや、サラリーマンの時は良かったなって思うのはこれですよね。なんか確定申告ね、大事なことなのかもしれませんけども、でも大事なことであるならば自動的にできるような仕組みをやって、誰一人間違いがない、誰一人漏らさず逃さず確定申告が完了してましたみたいなにならないのかなと思っちゃうんですけども、どうでしょうかね。いろんな税金があるんで、それをまあいろいろと使いこなしていくことも大変ですし、まあなんせ一生懸命ね、働いていらっしゃる方が多いと思いますんで、書類が急に出てこないですよね。で、このペーパーレスの時代に全ての入出金の記録っていうのはもう金融庁が覗けるようになってますから、それこそ自動的にね、やってくれればいいのになっていうふうな愚痴でございました。ノクさんもお疲れ様でございます。それでは。